はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はなんとボックスの情報が出たということで、それについてお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まあ18時更新だと踏んで、まあ普通にご飯食ってたんですが、なんと19時更新という18時に更新して欲しかったなっていう気持ちはあったりするね。まあ、あ、そうだ。それで、まあ、一個前に動画上げてたと思うんですが、それに関しては後々に、削除されるので、そこだけご了承ください。では、早速見ていくんですが、まあ、今回のイベント、ちょっといつもの、なんだろう、ネロ祭りとかと違ってっていう感じはするかな。なぜかというと、まず、ここですね。一部クエストは後日解放されます。そして本イベントでは超高難易度クエストはありませんので、あらかじめご注意くださいと書いているんですが、まあこの2つ書いているっていうことは、次元式でかつ高難易度がない、うん、どういう感じのイベントになるんだろうな。もしかしてクリスマス方式関連かなっていうのが結構考えたりしています。で、一部クエスト後日解放って書いているのが、まあ最高効率が初日から解放されるのか、それとも最後にこう解放されるのかっていうのも結構わからない点っていうのもあったりするんで、まあ、ここに関しては注意しといた方がいいかなと思います。まあ、いつもだった場合、初めから最速で回れみたいなこと言ってたと思うんですが、まあ、今回は違うかもねっていうお話ですね。で、今回9月18日の18時から、まあ、始まるんですが、まあ、いつ終わるかっていうのはまだ記載されていないんで、まあ、そこも注意が必要かなと思います。まあ、ただ大体2週間ぐらいのイベントとなっているんで、まあ、2週間ぐらいあると思ってもらえればいいんじゃないかなと思います。冬季、そして参加条件に関しては冬季クリアしたマスターのみが参加可能ということで、まあ、ほとんどの方ができるかなと思います。で、まあ、スカサハのバニーの姿があれね。で、今回なんですが、まあ、影の国にて開かれる戦いの舞踏会ということで、まあ、いろいろやりますよってやつですね。メインクエストをクリアすると、フリークエストと聖杯戦線が解放。この戦士の名札とコインを集めていろいろやっていこうっていう形ですね。で、今回に関しては、名札を集めることがメインとなるんで、まあ、脳死で名札集めていくのかなっていう感じかな。で、それ以外だと、マチョのぬいぐるみがあるということで、ここもいろいろあるよねっていうお話かな。で、この聖杯戦線に勝利すると、聖杯の雫を手に入れることができます。聖杯戦線は日ごとに解放されます。で、すべての雫を集めると聖杯獲得できますよとなっているんで、まあ、この雫を集めていくんだなっていう感じかな。で、次。まあ、名札についていろいろ見ていこうということで、今回、ボックスイベントのアイテムがこの名札となっております。で、当たりアイテムが獣とかいろいろあるねって感じですね。で、今回特攻サーバントというか特攻霊装がありません。特攻サーバントはいるんだけど、特攻霊装はないので、まあ、そこだけ注意必要かな。あとは伝承結晶フォー君とかがいつも通り来るなーっていう感じで、11回目以降に関してはリセットされますよっていう、まあ、当たりアイテムは入ってませんよっていうお話ですね。で、マチョグルミに関してはイベントアイテムであって、スキル強化アイテムが羽と歯車、証、胸骨ということで、結構美味しいです。はい。特に胸骨、証、羽に関しては使用頻度っていうのが割かし高かったりする。まあ歯車も程よく高かったりもするんで、まあそのことを考えた上で今回めちゃくちゃ周回するっていうのはありなんじゃないかなと思います。まあ俺も胸骨と羽のためだけに結構回るんじゃないかなって感じかな。で、それ以外で言うと秘石、魔石とかいろいろあって、まあ、星4フォー君とかいろいろありますよという形です。で、これなんですが、上側にちょっと書いていたと思うんですが、黄金の果実、白銀の果実が言えない。当たりアイテムに関しては、11回目以降は入手することができないんで、そこだけ注意してください。で、次。ここですね。お得な攻略方法その1ということで、本イベント期間中、すべてのサーバントは期間限定イベントのフリークエストにおいて自身の攻撃力がアップしますと書いているんで、まあ基本比較的に周回はしやすいのかなとか思いつつ、システムがめちゃくちゃ暴れるのかっていうのが結構気になるポイントになってくるかな。ただレアリティが低いサーバントほどイベントボーナスの効果量は大きくなると書いているんで、まあ最速がどういう周回編成になるのかっていうのはどうなるんだろうなっていうのもあったりするかな。で、自身の攻撃力アップに関しては、イベントボーナスの効果量はサーバントのレアリティによって異なりますって書いているんで、そこだけ注意してください。
で、あとはフリークエストのみに発動するんで、聖杯先生では発動されません、ご注意をって書いてるね。で、お得な攻略方法その2ということで、まあいつも通り増加霊装ってやつですね。上側のレオニダスとマシュのやつが、名札のドロップ数増加霊装、そして、ガチャさんの霊装ですね。多分下がガチャさんだと思うんですが、ここに関しては、まあ、いつも通り金銀銅のやつがアップいたしますよとなっているんで、まあ脳死で周回していく、まあガチャ引いてみるっていうのもありかなと思います。まあ実際ガチャ引くよりも周回した方がコストパフォーマンスがいいんですが、ちょっと星5霊装のイラストアドがめちゃくちゃ高いので、俺はこれだけ狙いに行きたいなとか思ったりしています。で、そこからチラッと見ていくんですが、イベント限定の概念霊装に関しては、自身にガッツ状態1回付与のバスター性のアップということで、 NP チャージでもないし、星出し霊装でもありません。なのでまあスカディシステムじゃなくてキャストリアのシステム、まあスカディシステムかも、結構初めら辺とかは、使い勝手としては結構良かったりするんじゃないかなとか思ってます。うん、まあ実際この後どういう風になっていくのかっていうのは分かんないからね。まあこの霊装をとりあえず公園にだけでもぶっ込んで周回していくっていう感じでいいかなと思います。で、イベント報酬のコマンドコード星5霊装に関しては、刻印された攻撃に刻印されたカードによる攻撃時に味方全体の防御威力が 8% アップ。まあこれ地味に強いね。チリツモだけどまあ地味に使える。で、星4に関しては攻撃するとスター2個獲得、そして自身の防御弱体状態を1つ解除。まあここも使えそうかな。で、ミニクーちゃん、刻印されたカードによる攻撃時に、敵単体のクリティカル発生率アップを1つ解除、刻印されたカードのクリティカル威力を 5% アップとなっているんで、まあほどほどに使えるかもしれないなぐらいかな。今回のコマンドコードに関しては、まあ全部ほどほどに使える程度かなと思います。そしてイベントアイテムの交換なんですが、雫が聖杯、マチョグルミがコマンドコードと真理の卵、あとは、コードオープナーとかリムーバーとかで、スカサハコイン星5ですねに関しては概念霊装と霊異解放剣心臓産毛露心で、銀のスカサハに関しては霊装と胆石冠チリ、銅に関しては霊装とホムベビ髄液鎖となっているんで、まあとりあえず全部交換しておくっていう形でいいかなと思います。喉がちょっとガラってる。はい、すいません。で、今回のイベントなんですが、スカサハランサーがの霊異解放権ゲットできますよということで、バニーになるって形ですね。まあこのバニーに関しては、あ、今更来たんだ感がすごいあるんだけど、まあようやく来たかっていうのもあったりするかな。で、霊異解放権に関しては、まあ霊異解放権のところであるよって書いてるんで、まあそこだけ見ておけばいいかなと思います。で、今回のガチャなんですが、多分まあここに書いてある通りスカサハとタマモキャットが来るんだろうなっていう感じかな。それ以外のピックアップに関しては未だに予想ができないので、まあ多分この2人がピックアップ来て、それ以外はずっと脳死で周回していくっていう形になるんじゃないかなと思います。はい、以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらったら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.